はい、えー、3241回始めます、8月の24日、えー、土曜日ですね、はいもう8月もあと1週間で終わりですよ。はい、ということで、この廃屋暑いです、ね今日宮城県南部、あの暑かった、暑かったよ、本当にね、これは厳しいね、この暑さ、本当に毎年毎年、これは、うん、私、今、アラフィフだけど、ねアラフィフでもこんな状態だから。 どどんどんこれから毎年年取ってんってねさらに毎年どんどん夏過ごしにくくなってきたらこれね夏越えるのが大変だよね高齢の方とか、うんね、バタバタ死ぬんじゃないのこれから夏高齢の人たち、うん、で私この廃屋ねあのドアも閉め切ってるしあの、まあ、ここ廃屋あ,あれなのよ冬の寒さ厳しいから <laughs> 夏は暑いし冬は寒いから。 あの冬にね全部締め切ったんですよ締め切って鍵かけて、まあ、鍵もねかかってんだかかかってないんだかわかんないけど廃翼だから、うん、入ろうと思えばいくらでも入れるんだけどねこの廃浴、うん、あの鍵かけて目張りしてこの部屋だけね、うん、もう寒くならないように、うん、あのストーブ炊くからね冬、うん、炊いた熱を外に漏らさないようにって目張りとかしてるんですよここだからね夏はもうとにかく過ごしにくい暑くて、うん、夜になっても気温下がらない というとこでね厳しいんだけど私ここでね編み出したのはこの内輪で内輪で仰ぐ前にこの湿ったなんかうんこの布みたいなので体をちょっと拭くんですよで正面を湿らせるその上で内輪で仰ぐとあの体温をね持ってってくれるねうんいわゆる気化熱ってやつですよ気化熱でうんこれでしのいでますよ私うん本当にこの廃浴 はい、ということで皆さんな暑い夏なんとかなんとかもうちょっとですよ、うん、もうちょっとなんでやり過ごしましょうよ、はい、毎年きつくなってきたよ本当にで今日2本目ね今日ちゃっちゃと行くよちょっとねもうね取り溜めしてるのがない、うん、ないんで今日15本ぐらい喋ってね目標15本ぐらい喋って明日もやってきて明日もまた15本ぐらい喋ってねということでやっていきたいと思いますよちょっともうネタがネタがっていうか あのうん、取り溜めしてるものがなくなってきた3241回いきます、ね、あの道の駅ってあるねあのドライブインみたいなやつ、うん、道の駅でトイレのレバ,ーレバー盗んだ疑いで74歳の男逮捕金属価格が高騰していてってことで小遣い稼ぎでやったっていうことなんだけどもあのトイレの、ね、水流すレバーあれをおそらく破壊してぶっ壊して盗んだってことだよね。 いや迷惑だよねこれ74歳男本当にいやいや愛知県豊田市の道の駅で洋式トイレのレバーを盗んだ疑いで74歳の男が逮捕されましたとうん周辺では同様の被害が相次いでいて警察が関連を調べていますとねトイレのレバー盗んだ疑い74歳逮捕逮捕されたのは愛知県瀬戸市のパート従業員 竹内正夫容疑者74歳ですと。警察によりますと、竹内容疑者は7月26日、豊田市内の道の駅、どんぐりの里、稲部で、金属製のレバー、時価2000円相当を盗んだ疑いが持たれていると。レバーはフラッシュバルブと呼ばれ、洋式トイレで水を流すためのものですと。清掃員がレバーがなくなっていることに気づき、警察が防犯カメラ、 を解析するなどしたところ、竹内容疑者が浮上、任意で事情を聞くなどしていましたと、うんねえー、だが、まあ、16しか、うん、で、任意で事情を聞いたりしていたが、16日になって自ら出頭してきたということですと、竹内容疑者は警察の、えー、調べに対して容疑を認めた上で、金属価格が高騰していて、えー、真鍮は特に高く売れると。うん 小遣いいい稼ぎをするるたためだったなどとと話しているということですねこの道の駅では2022年からエヴァがなくなる被害が6件相次いでいたほか岐阜県の道の駅でも同様の被害が確認されています竹内容疑者は岐阜でもやったなどと話しているということで警察が関連を調べているということでこの74歳の竹内容疑者、ね、まあ今金属価格、ね、高騰してるんで何もかもね ちょっとしたものでもね。あの集めて売ればね。あのー、まあ、それこそね。この竹内容疑者じゃないけど、小遣い稼ぎぐらいにはなるよね。何千円何万円ぐらいには簡単になるよ。うん外にある。何か金属盗んで。あ、ともっと大掛かりに何十万とか何百万とかっていう場合はやっぱりね。大,が大掛かりにあの太陽光パネルとかね。このチャンネルでも散々やってるけど、あの太陽光パネルのね。あのー。 熱を伝えるような電線とか銅線とか盗む人もいるしあのグレーチングとかねマンホールの蓋とかそういったものを盗むやつもいるしねけしからないやつもう外にあるものどん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 盗まれてってるよね、うん、だけどこれね今回の,その道の駅の様式トイレのレ,レバーうん進駐性なのかどうか分かんないけどレバーとかもこれ迷惑だよねそれだけ盗まれただけでももう洋式トイレとして機能しないわけだから。 ね、10個盗んだ20個盗んだいろんなところで、うん、やったらもう10個とか20個とかトイレが使えなくなるわけだからこれは迷惑極まりないよ本当に、まに、あ、その人のタバコ税人ぐらいにしかなんないだろうにね売ったところで、うんね、その人の個人の本当小遣い稼ぎのために何人が迷惑被らなきゃなんないのっていうあとまあねグレーチングとかねマンホールの蓋だってそうですよ、うん、それ盗んで、まあ、修復っていうかねあのも,うもちろんね あの現状回復、うん、するのにはお金もかかるしねそれ大体いい税金だからね、うん、みんなで負担しなきゃならないとね一人のそういった犯罪のために負担しなきゃならないしもう10日も20日もかかるわけですよ注文は、ね、同じ品物注文して取り寄せるのに、ね、何ヶ月後になるかもしれないですよこれ治るまであの元に戻るまで、ね、修復されるまでその期間の不便さって言ったらねそのマンホールにしたってそうグレーチングにしたってそう。 危険だから脱輪の恐れだってあるしねコーンだって置いとかなきゃなんないしその期間ねですよやっぱりねまあ犯罪する人に周りの迷惑考えろなんて言ったってこれね意味のないことなのね馬の耳に念仏なのかもしれないけどあのー、うん安易にそうやって安易にお金得られる闇バイトだってそうだけどっていうのはまあ大概犯罪ようん。 やっぱりねあのお金稼ぐっていうのは時代問わずねあのそんな簡単なもんじゃないですよこれ働いてみればわかるけどねうんあのほんの迷惑だよねこれね迷惑極まりないよトイレのレバー <laughs>、ね、で、ね、岐阜でもやってたっていうことでこの周辺では6件って書いてあるかな6件、うん、被害が確認されてるってことですね周辺で、うん、おそらくこれ同じ74歳のねこの山内容疑者っていう方かな、うん、竹内か。 竹内容疑者っていう方の犯行だと思うけどもねあの老害極まってるねこれね74歳ね仕事もないのかもしれないよ、うん、わかんないどういう状況なのかうんあの仕事もなくて年金だけで足りなくてねその足しに何かと思ったのかもしれないけどあの犯罪は、ね、いかなる理由があってもねあの迷惑だからはい手出さないように。 うん、まあまあ、まあ、ね今今、ね、厳しいのは分かるよ誰だって誰だって厳しいしね、あのー、分かるけども、うん他のね何かそれこそアルミ缶集めたっていいじゃないですか段ボール集めたっていい,じゃいいわけじゃないですかあと何がなお金になるうんとまあ意外にないけどねお金になることっていうのはあとやっぱりねあのー、うん 汗水垂らしてって言ったらあれだけど外でのねあの建設作業員とかそういうの常に常時募集してますよ、まあ、それも体のねあの言うこと聞かないと高齢でっていう場合だって警備員とかはありますしねそれ一日やるのに駄目だったら4時間でもいいしね、うん、いろいろ探してあのシルバー人材とか行ってもうなんならあの自分で自営業でねあの格安で何かの修理受け負ったりっていうまあいろんな策あるんでねあの固定観念捨ててうん。 生き残るすべっていうのはあると思うんでね、うん、あのまあ大変な時代よ、うん、大変な時代ね高齢者ばっかりだしね、うん、暑いしね、うん、社会保障だってねそんなにねあの整ってるっていうかねあの十分なわけじゃないしね日本、うん、大変な時代だけどもあの現役世代の負担になるようなことはねし,しない方がいいと思いますよこれ。 はいうん、いやいやしない方がいいっていうかしちゃいけないってことですね、はい、3241回、うん、74歳の,、ね、あの男性、ね、あの小遣い稼ぎのために道の駅にある洋式トイレのレバーを、ねあのまあ、少なくとも8つぐらいは盗んでるんじゃないかということで、ね、小遣い稼ぎのためにやったって言ってるんだけど迷惑極まりない行為なんでねあの真似する方いないと思いますけど、ね、そういうことしないようにしていきましょうっていうことで。 3241回終わりたいと思いますチャンネル登録高評価お願いします失礼します